あまりに長いあまし議会をあまりに短くお伝えする忙しい人のためのあまし議会番外編ということで、今回は選挙に行っても何も変わらないというテーマでお話ししたいと思います。これも教え子と話をしてた時に、どうせ選挙に行ったって何も政治は変わらないしという意見を聞いたので、今回取り上げました。10分だけでいいです。10分だけでいいので、この動画ぜひ見てください。お願いします。まず一つ目、毛利家の例をちょっと挙げて説明したいんですが、私と妻と二人で暮らしていた時、この時は夜ご飯何食べに行こうってなった時に、私はラーメンに行きたい。ねえ、妻は焼肉に行きたい。じゃあどっちにしよう、なんていう話をしていました。しかし、ここに子供が生まれて、子供が自分の行きたいところを言えるようになって、どうなったかというと、こんな風になったわけです。長男、次男、寿司が大好きなので、長男も寿司に行きたい。次男も寿司に行きたい。そうなったら、今まではラーメンか焼肉の二択しかなかったのが、この二人が参加することによって、じゃあお寿司屋さん、しかも多数決で考えたら、結局お寿司屋さんの方が票数は多い。だからお寿司に行こう、なんていう風になりました。こんな風に今まで参加していなかった人が参加することで、新しい意見、新しい考えが生まれることがあります。これが今の日本の政治の投票率の低さとすごくリンクしているんです。では2番、現在の投票率についてですが、国政選挙、いわゆる衆議院、参議院の選挙に関しては、投票率が 50% 台となっています。なので、先ほどのこの2人しか参加していないとき、この投票率 50% だったときは、この2人の意見しか反映されてませんでしたが、残りの2人の意見も反映することによって、結果は大きく変わることがあります。さらに、地方、県議会ですとか、市議会、町議会、村議会、こういったところでは、投票率が 40% から 50% ぐらいしかないんです。続いて、首長。本当は首長と読むんですが、首長だと分かりづらいので、首長というふうに呼びます。県知事ですとか、市長、あるいは町長、村長などがこれに当たるんですが、首長選挙では 30% 前後の投票率しかないんです。実際 20% ぐらいの投票率が20%っていう市長選挙もあるぐらいです。なので、本当に半分以下の人の意見しか今反映されていないのが日本の選挙の現状です。例を挙げると、2021年衆議院選挙、このあま市も含まれる愛知9区というところでは、投票率が 53.98%、まあ約半分ぐらいの投票率でした。で、実際、自民党の候補者が12万213票、そして立憲の候補者が107,722票を獲得し、結局自民党の候補が勝ったわけなんですけれども、約20万人の人が棄権、選挙に行ってないんです。ということは、この20万人の人が投票に行ったら、もしかしたら立憲の候補が勝っていたかもしれない。私個人としては別にどっちを応援するとか、どっちに勝ってほしいっていうことをここで言うつもりはありませんが、ただこれを見て考えてほしいんです。本当に20万人の人が行かなかった。で、しかもこの20万人の人って多分政治に興味がないとか、どうせ行っても変わんないでしょって、今の政治に対して多少なりとも不満を抱いている方が多いと思うんです。その人が今のままじゃいけないって思って別の候補に投票してたら、もしかしたら結果は変わっていたかもしれません。
なので選挙に行っても何も変わらないと思っている方、そういう人ほどぜひ選挙に行ってほしいと思います。そしてもう一個例を挙げたんですが、2022年の参議院議員選挙の全国の調査になります。ちょっと数字とか私が頑張って拾った数字なので多少もしかしたら違いがあるかもしれません。あと波数はできるだけ省略しているので万人のところも多少の誤差はありますが、そこはご了承ください。これ投票率見てみると10代で 35.42%、 ちなみに人口は200万人、10代だけちょっと他の年代に比べると圧倒的に少ないんですけども、選挙権があるのが18歳19歳ですので200万人で投票率 35.42% ということはおよそ、70万人ぐらいの人が投票に行ったということです。同じように20代ですと 33.99%、 人口は1200万人ほどいるのでおよそ400万人が投票に行きました。30代ですと 44.8% で1400万人いますので600万人ぐらいが投票に行っています。40代ですと 50.76% で1700万人ぐらいいるので800万人ぐらいが投票に行っている。同様に50代ですと、約900万人が投票に行っている。60代ですと1000万人ぐらいが投票に行っている。そして70歳以上は、もうこの先70歳以上全部まとめてありますので約1500万人が投票に行っているという現状です。ここからも何が言いたいかというと、例えば20代と30代の投票に行った人を合わせても1000万人ぐらいということは、60代だけで1000万人ぐらいの票があるわけです。もし皆さんが政治を目指し、政治をやろう、政治家になろうと思っていて、60代70代以上の人たちの心に響く政策と20代30代の心に響く政策、これをどっちを皆さんは力を入れるかと考えたときに、それはやっぱり票数の多い、例えば60歳以上は2500万の票があるわけなので、この60歳以上の人たちに響くような政策というのを訴えたくなるんじゃないでしょうか。だからこそ若い人たちの意見がもしかしたら今反映されていないのかもしれないんです。若い人ほど本当はこの先20年30年と働き続けなきゃいけない人たちなので、この若い人ほど選挙に行ってちゃんとその人たちの意見が反映される政治を行っていかなければいけないんじゃないかというふうに私は考えています。興味がないとか今の政治に不満がある、そういった人ほどぜひ選挙で今のままじゃダメなんだっていうふうに言ってあげてください。だから今回のテーマ、選挙に行っても何も変わらないかと言われたら、私個人としては答えは何も変わらないことはないと思ってます。少なくとも今まで選挙に行かなかった人が行くことによって結果が変わることもあると思いますし、少なくとも投票率が、例えば若者の投票率が上がって、若者が本当に投票率、例えば 100%、100% って投票すれば、1200万人、1400万人の票になるわけです。そうすれば、やはり若者の方を向いた政治をしなければならなくなります。そして最後に、ぜひ皆さんにお願いしたいのは、小学校、中学校、高校、選挙権を持たないお子さんやお孫さんをお持ちの皆さん、ぜひ選挙に行ってください。子供たちは選挙権を持ちません。でも、この先の日本を背負うのは子供たちなんです。ぜひお願いします。以上です。ありがとうございました。